ちらのホテルに着いたのが、時間が3時確か20分、今が4時50分、チェックインまで1時間半かかりました。まあ、なぜかというとチェックインしようとしたら、ね、あれで、予約内容、予約の見せてと、で予約のクーポン見せませた、見せましたら、そしたらね、なんとクーポンに3月30日と書いてあるわけですね。リクエストが10月30日でして、当然ね、今日のリクエストして、予約取れたよって帰ってきて、クーポンの日付をチェックする、そこまでやっときゃよかったですね。まさか、旅行にも出かけていない、3月に、予約を取ってくれるとは思わなかったんで、チェックしてませんでした。まあ、幸いね、見つかるとんだからよかったのか、まあ、たまたまいい人だったのか、まあ、そのエティハドで撮ったんですけどね、エティハドエアウェイズでエティハドに連絡して、あんた予約間違えてんじゃないのと、ね、飛行機が、ね、10月31日なのに3月31日チェックアウトの予約取ってるよと言って、予約をもう一度取り直し、ね、連絡をして、やっとこさ1時間半かかってこちらの部屋にチェックインできました、ね、海外の、サービスのこの何てですかね、質の低さというか、間違いの、凄まじさというのは分かっていたつもりで、まだまだ自分も甘かったなと、チェックできることは徹底的にチェックしないとこういうことがあるんだなということに気づきました。これもしかしたらね、エティハドの担当あるいはね、ホテルの担当によっちゃ、まあ、その日付が違うのは知ったこっちゃないと、クーポンは3月だから今日は泊まれませんで終わってた可能性も多分にあります、やっぱり海外油断がならないなというのがね、最後の最後で再確認いたしました。そんなわけで、まあ、最後はゆったりね、贅沢にと思ったのが、なんと最後はね、気をね、今後も気を引き締めてチェックせなあかんというようなね、体験ができました、まあ、これにも感謝ということでね、本日リッツカールトンアブダビ1時間半かかってチェックインした顛末でした。